はいじゃあ今回するのはこちら。これは？これねロシロシのホープスウェットシャツ。スウェットシャツ？そう。ええ。可愛くない？可愛い。これね。なんか気づくことない？あのねさっきからずっとねこの赤い風船がすごい目を引いてる。よく気づいたね。気づくよ可愛い。そうこれ風船がね特徴ででこのロシロシのロゴであるこのバラもねちょっとね。 見え隠れするっていうあここにあるのがロゴなんだ最近ねちょっとねおしゃれにやっぱり関心が出てきてそういきなりなんかおうちゃんおしゃれになっちゃってるなんかちょっとずつおしゃれになってるんだけどこれがねすごいのよまずね肌触り肌触りちょっと触ってみて優しいです優しいソフトなんですよ柔らかいでさらにねこの生地がすごい厚いとかすごい薄いとかじゃなくてしっかりね となっていて。なんかふっくら。そう、ふっくら優しいから。季節に関係なく。切れちゃうんです。それはいいねー。<music> すごい、生地、すごい生地、うん。いいでしょ。うん、これいいですよ、うん、ちょっとね、広げてみると、ね。え、見たい、みたい。 まずねこのブローブランドのねスローガンであるあのコールミートワイスアゲインっていうのがまあ一緒に入ってるんだけどももうねここのポイントですよこの風船見える見える皆さんこの風船がねポイントになっててアクセントですごくいいでしょかわいいそうでねこれ持った感じさちょっと大きな感じしないそうちょっとダボーな感じダボーな感じですよだからねもうねゆったり着てもらえるのよなんか韓国女子ってなんかみんなこうダボーな感じだよねダボーがねやっぱ最近流行ってるそれがすぐ 可愛でねそあの素材も面が100%だから安心して来てもらえるし、うん、そうなん、うん、なんんかさこういうのって洗ったらすぐ傷んじゃったりとか何回か着たらすぐに何かもうこの襟とかヨレヨレになっちゃうのがで,でもねこのね襟がねダブルステッチっていうね、うん、なんか方法でやっ,ってそれて特殊な方法で作られてて洗濯してもねこうよれヨレヨレってなったりはしないのよ。おーそれは嬉しいでしょ、うん ここもね、しっかりこうちゃんとこう、あ、本当だ。シュってなってるから、ここもね、ダボダボなんだけど、抑えるところは抑えてくれる。かわいい、引き締まってる。そうそうそう。いいね。でね、これのね、おすすめの着方があります。お、どうやって。これね、カップルルック。あら。これね、おそろでね。ヘアルックね。ヘアルックで着てほしい。かわいいかも。こういうの着てさ、ちょっとなんかこうディズニーランド。普通にお友達。 で仲良しで一緒に来て出かけてもすごいなんかテンション上がっちゃうかもでしょで色もオートミール色って言って、うん、なんかこういうね、まあ、ちょっと白と、うん、あと灰色的なのがやっぱ混じってるでしょ、うん、で明るめなんだよ基本的にそうなんからねいつでも着ていいと、うん、いいねー。シンプルに合わせて着れるのが特徴なので皆さんもぜひ一着着用してみてみくださいぜぜひぜひ着てみてください